どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は、Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、東宝が誇るゴジラシリーズ最新作のゴジラマイナスワンの予告編が公開されたので、ちょっと話をしていこうと思います。アルキメデスの対戦、永遠のゼロなどの山崎隆監督によって制作されているゴジラマイナスワンは、これまでのゴジラシリーズとは繋がらないスタンドアロン作品であり、1954年に公開された初代ゴジラよりもさらに以前の1945年頃から1947年頃が時代設定とされていて、ゴジラシリーズでは初の初代ゴジラより以前に起こった出来事を描く作品として大きな話題になっているんですよね。先立って公開された特報映像の中では、尻尾によって破壊される街の荒廃に巻き込まれる人々、廃墟と化した街、巨大なゴジラの足から逃げる群衆、ゴジラによって弾き飛ばされたと思われる電車の車両、屋上で写真を撮影する記者たちがビルの崩落に巻き込まれる、おそらく電車に噛みつこうとしているゴジラなど、多くの印象的な場面を映し出してくれているんですが、まだ物語の全容はつかめていなかったんですよね。全く情報が公開されてきていなかったゴジラマイナスワンなんですが、先日大きな動きがあり、ゴジラマイナスワンの X の公式アカウントが9月4日の14時45分に YouTube にて最新予告編を公開すると発表したんですよね。その発表に合わせて添付されていた予告編のティーザーと思われる映像には、ゴジラと米海軍が戦闘していたことを匂わせる海図の情報や、日本の首相宛にアメリカの諜報機関が、我が国の諜報機関は現在同盟国の部隊と連携を強めている、日本列島の南方から高速で向かってくる巨大な水生生物の存在を確認したからだという文書を発信していることを示す情報が盛り込まれており、南方の海からゴジラは出現してやってくるということを示唆するがごとく、背びれを上下させながら海中を泳いでいるゴジラの姿を映すなど、とても印象的な場面が登場しており、かなり期待できる内容になっていました。そして本日、とうとう5分遅れの14時50分に予告編が公開されまして、それがとんでもないクオリティになっていました。ちょっとその内容を解説していきますね。予告編は特報映像の冒頭部分に複数の新規カットを追加した群衆が逃げ惑うシーンから始まっており、巨大なゴジラが突然日本に上陸してきたことを匂わせるような構成になっており、登場するキャラクターもどういうことだ、わかりません、何かでかいのがと発言しており、ゴジラが戦後の復興しようとしている日本に突然現れて破壊活動を行うことが示唆されていますよね。そして特報映像にも登場していたビルの崩落に巻き込まれる記者たちのシーンが長尺になっており、傾いたビルにしがみついたままそのまま倒れていくという絶望的な場面が直接描写されており、これはかなり恐怖度が高いと思いました。そして逃げ惑う群衆を尻尾で建物ごと投げ払い、走って逃げている人間たちを巨大な足で押しつぶすシーンなどもはっきりと描写されており、今作のゴジラがこれまでのゴジラシリーズの中では最も残虐な恐怖の象徴として描かれていることがはっきりとこれで示されましたね。逃げ惑う群衆の方々の悲鳴と建物の崩落なども合わさって、これは完全に過去のゴジラシリーズとは明らかにテイストが違っていることが明確ですよね。これは劇場で見たら結構恐ろしいシーンが連続して登場するんではないでしょうか。そのスペクタクルシーンの過程でメインキャラクターを紹介するようにもなっており、今作の主演が神木隆之介さんであることが明らかにここでされるんですよね。神木さんが演じるキャラクターは敷島光一という人物で、服装的に復員兵だと思われますね。頭部には包帯を巻いており、彼は何かを知っているような演出がなされているのでとても気になります。そして砂ぼこりの向こう側からゆっくりとゴジラが登場するカットが差し込まれた後に、電車に乗っている女性が、あれがゴジラ?と疑問形で震えながら発するんですが、それが浜辺美波さんでしたね。彼女が演じるキャラクターは大石のり子という名前だそうで、なぜ彼女がゴジラを知っているのかというところが個人的にめっちゃくちゃ気になるんですが、全く予想できませんね。あと不穏なイメージを勝手に持ってしまったんですが、彼女が演じるキャラクターはゴジラの襲撃によって亡くなってしまうのではとも感じました。劇中の重要なプロセスとして機能しそうなキャラクターだと感じたので、
しかしながら以前から流れていた噂通り、朝ドラでもダブル主演を務める2人がメインキャラクターとして登場することがこれで分かりましたね。しかしこの2人がゴジラから逃げるシーンだけでも、この映画がとんでもない作品になっているのが分かりましたね。日本映画のレベルを一つ上に上げてくれている気がします。そして海中を泳ぐゴジラが戦艦の下をくぐり抜けるシーンが登場するんですが、この戦艦は果たして米海軍のものなんでしょうか。戦時中なのか戦後なのかもわかりませんが、2014年に公開されたギャレス・エドワーズが手掛けたハリウッド版ゴジラのワンシーンを連想させるシーンでもありましたね。そして戦時中の出来事と思われる敷島が死体を眺めて呆然とするシーンの後に、短いながらも登場する役者さんたちが次々に画面に登場してきましたね。まずは何か不満を抱えて、なんで俺たちこんなところに呼ばれたんですかと喋る福音兵らしい姿の水島四郎という山田裕貴さん演じるキャラクターに、次に政府はこの情報を国民に伏せていますと何かの会議で発言する野田健二という名前の科学者役だと思われる吉岡秀隆さん、誰かが貧乏くじ引かなきゃならねえんだよと話す福音兵だと思われる秋津清司というキャラクターを演じる佐々木蔵之介さんのシーンが続き、ゴジラが通過したと思われる街で絶望的な声で叫ぶ敷島のシーンに続くんですが、これも全てのシーンが意味深すぎてやばいですね。日本政府がゴジラの存在をすでに知っていたと示唆していますからね。ゴジラが日本に上陸することの理由に何かしら繋がっているんではないでしょうか。合間に挟まれていたアメリカが提供してきたと思われるマイクロフィルム資料の中には一体何が映し出されているのか謎が深まりますね。そしてゴジラが戦艦を襲撃している場面も登場していましたね。戦艦のブリッジ部分に腕を伸ばすゴジラと、おそらく放射熱線で戦艦を撃沈していると思われるシーンもありました。あれが本当に放射熱線だとしたら、今回のゴジラの熱線は歴代同様に青色に設定されているようですね。となるとやはりゴジラの誕生要因は核になってくるのではないかと思うんですよね。今回のゴジラはやはり南方の海からやってくるという情報もあるので、ビキニ環礁において1946年に実施された原爆実験であるクロスロード作戦によって誕生したのでしょうか。そしてその一連のシーンの中で、青木峰隆さん演じる立花創作というキャラクターが映し出されて、みんな死んだぞというセリフを発しているんですが、みんな死んだとはどういうことなんでしょうか。劇中のどういった場面のセリフなのかわかりませんが、相当絶望的なシーンが登場することが示唆されていますよね。港を襲撃しているような場面も登場しているんですが、背景的に東京ではないように見えるんですよね。あれは一体どこなのか非常に気になります。また安藤サクラさんが演じる太田澄子というキャラクターが、この恥知らずと言いながら敷島を突き飛ばすシーンがあるんですが、この二人の関係性も気になりますね。その後敷島が怪我をしながら横たわり、何かを睨みつけるシーンが登場して、めっちゃくちゃ意味深なセリフを発するんですよね。その怪物は許しちゃくれないってセリフなんですけど、これは一体どういう意味なんでしょうか。ゴジラと人間たちの間で何が起こったんでしょうか。ゴジラを怒り狂わせる何かを人間が行ってしまったというのは想像できるんですが、それは果たして一体何なんでしょうか。予告編のラストではどこかの港に上陸するゴジラの下半身に続いて、全身が焼けただれたゴジラが吠えるシーンが盛り込まれています。あのゴジラには一体何が起こったのでしょうか。スタチューやフィギュアや画像を見るとゴジラの全身は傷だらけなんですよね。そういった要素を考えると、あの焼けただれたゴジラは人間の何かしらの兵器による攻撃によってダメージを負ったと思われるんですよね。もしかしたら米軍によってビキニ環礁で行われた核実験に巻き込まれて傷を負ったゴジラが、人間に復讐するために米軍を中心とした連合軍が統治している日本に復讐するために上陸してくるといったストーリーなんでしょうか。今回のゴジラは明らかに人間に対して怒っていますよね。ゴジラは一体何に怒っているのか非常に気になります。ここは続報を待つしかないですね。キャストの一部とともに今作の劇版を担当するのが佐藤直樹さんということも明かされました。日本を代表する映画音楽の第一人者である佐藤さんがどんなメインテーマを制作してくれたのかがめっちゃ気になります。伊福部テーマが流れるのかどうかもちょっと気になりますけどね。今作の雰囲気的に流れない気はしていますが、ゴジラのテーマは劇場で聞きたいと個人的には思います。予告編が公開されましたが、全くと言ってプロットがまだ予想できませんね。
今回は予告編を見て直感的に感じたことを速報として動画にしましたが、もう少し予告編を視聴してしっかりと考察検証して次回の動画で解説していこうと思います。大ちゃんの映画部屋ではゴジラマイナスワンをこれからも全力で推していこうと思います。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。